今日はお財布の開封動画です。なんか2021年の3月31日がすごく縁起がよく、一粒万倍日と天赦日と虎の日三つ重なって、とても縁起がいい日だってことで、この日に開けようと思って待っていたお財布を開けます。スリット型の箱、かわいい。でシスクードフードルさんというブランドで買いました。ずっとちっちゃいお財布は探していて、買うんだったらまあジビエレザーのお財布がいいなと思っている時に、このシスクードフードルさんの春財布展が3月中旬にやってるってことで行ってきて買ったものですって言って話しながら開けちゃった、はい、かわいい。今回は熊の皮のお財布です。開けるとそういろいろ見せていただいたんですけど、このね、開けた時に水玉みたいなのが可愛くてこの子にしました。一応小銭入れついてますね。カード入るで、お札入りますね。戻しましょう。そうずっとなんか日本では害獣駆除されてる動物って最終的にただゴミとして処分されることの方が多いっていうのを聞いて、せっかく、まあ、人間の都合で命をいただいてるなら、その皮を再利用というか有効に使ってるこのシスクードフードルさんのお財布が欲しくて念願かなってついに買いました。で今回メスのヒグマだったかな、忘れて、クマで、岩手の岩清水で1頭から9個作れたってことで、私のは9分の7、7個目のお財布です。2021年、タグもかわいい、なんかすごい、はあ、かわいい、かわいいしか言ってない。ここ真鍮でいいですね、ま、同じような形でマネークリップも、マネークリップもありました。ね、今日からって言っても、もう31日、もう1日はもうすぐ終わりそうですけど、使っていきたいと思います。くまさんありがとう。皆さんも素敵なお財布見つかるといいですね。じゃあこれは練習動画なので、そろそろおしまいにしよう。アングルが難しい。じゃあね、またね。